前の動画では水の働きによる地層のでき方について見ていきましたただ地層って他にもでき方があったよね覚えてるかなこれです火山の噴火によって舞い散った灰火山灰が降り積もって地層ができることもあったよね今回はこの火山灰によって作られた地層についてもう少し詳しく見ていきたいと思います まずはこの火山灰の地層っていうのがどういう粒でできているか観察してみたいと思います。で洗うとすぐに水が濁ってくるのでその濁った水は捨ててまた新しい水で洗うとこれを何度か繰り返していくと濁りが取れて下に火山灰の粒が残りました。 その粒を顕微鏡で観察ししてみました。するとこよく見ると角ばった粒やガラスのような粒っていうのがたくさん入っていました火山灰でできた地層の粒っていうのはこういうふうになっているんだねさてこの堆積した火山灰っていうのは長い年月をかけて岩石になることがありますこの写真を見てください。 これは火山灰が堆積してできた岩石です。この辺は火山灰のような色をしている気もします。えこれも堆積岩の1つです。堆積岩って前の動画にも出てきたね。はいこれです。歴の粒が多い歴岩、砂の粒が多い砂岩、そして泥の粒が多い泥岩。えこの歴岩、砂岩、泥岩というのは堆積岩の一種でした。 そして今回見たこの火山灰が堆積してできた岩石っていうのもやっぱり堆積岩ですこういう風に堆積岩にはいろいろな種類があるんですさてここでこの粒の特徴をそれぞれ見比べてみると何か違いがあるの分かるでしょうかこの左側礫岩砂岩泥岩っていうのはよく見ると粒がこういう風な丸みを帯びた粒になっています ちょっと泥岩は小さすぎて目で見えないんだけどれ岩とか砂岩の中の粒歴や砂っていうのはこういうふうに丸みを帯びていますそれに対してこの火山灰の方の粒はというとさっきも見た通りこんな角ばったた粒がたくさんあります。なんで火山灰の方の粒は角ばっているのに歴き砂泥の方の粒っていうのは丸みを帯びているんでしょうかこれ何でかわかるかなこれ。 レキ砂泥の土が一体どこから来たのかっていうのを思い出すとわかるかもしれませんうん、この左の3つは水の働きによって作られた地層の粒だったよねちょっと思い出してみましょうこれこういう風に上流で削られた岩とか石それから土などがどん,どん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 水に運ばれて中流から下流へと流れてきて下流で海の方へと積もっていた堆積していったんでね この時水の中で運ばれている間にゴロゴロと石同士岩同士が互いにぶつかり合って角が取れていくんです。どんどん転がっていって下の方に来る頃にはかなり丸みの多い形になっているというわけです。なのでこの歴史な泥でできた粒っていうのは丸みを帯びているんです。 思想っていうのは水の働きによって作られたり、火山の働きによって作られたりします。そして、それぞれ作られ方の違いによって、この粒の形にも違いがあるということを今回見ていきました。